70歳を過ぎても現役で活躍する吉永小百合さん。その若さと美貌、そして長年の成功に、多くの人が興味を持っています。吉永小百合さんの年収は驚くべき額に達し、CM ギャラは業界最高クラスと言われています。生涯年収は100億円を超える可能性があるとも、と。今回は、吉永小百合さんの輝かしい経歴と現在の活動とともに、みんなの気になる年収について紹介していきます。コンテンツ、ヒデ、ワン吉永小百合の年収額がすごい。2吉永小百合の CM ギャラは最高額。3吉永小百合の生涯年収は100億超え説。4吉永小百合のプロフィールと経歴。5吉永小百合の年収現在もすごい。CM ギャラは最高額で生涯年収も桁違い。まとめ。吉永小百合の年収額がすごい。引用、http://www.fujinaho.jp/lifestyle/beautyhealth4623164/yoshinagehealthessence24109/。吉永小百合さんの年収は1億円を超えると言われています。ど。半世紀も第一線のスター女優として活躍している吉永小百合さん。日本人なら知らない人はいないほどの大女優ですよね。そんな吉永小百合さんですから当然といえば当然ですが、失礼ながら79歳という年から考えて、すごいとしか言いようがありません。吉永小百合の年収内訳。吉永小百合さんのすごいと言われる年収の内訳を見ていきましょう。吉永小百合さんの収入源を調べてみると、CM と映画が主な収入源でした。2022年の吉永小百合さんの CM はキリンビールと JR 東日本でしたが、日本といっても侮るべからず。吉永小百合さんの CM 年間契約金額が1億円を超えるという情報があります。と。2019年の調べでは、吉永小百合さんの CM ギャラは1本5000万円となっています。日本で1億円ですね。ちなみに前世紀の吉永小百合さんの CM ギャラは1本1億円以上と言われてます。この他に吉永小百合さんがパーソナリティを務めるラジオ番組が年間で45万円ほどの収入があります。また、2023年の今年は主演映画、こんにちは母さんもあり、年収はさらに跳ね上がるのではないでしょうか。今年の活動だけでも驚くほど収入がありますが、さらに講演会や過去の歌の印税を合わせると年収1億円超えは軽く達成できそうですね。吉永小百合の CM ギャラは最高額。引用、www.newsposteven.com。吉永小百合さんの CM ギャラは、女性タレント CM ギャラリストで1位に輝いています。大坂なおみさんや渋野ひな子さんといった世界で活躍するフレッシュなスポーツ選手と並んでの快挙はすごいですね、と。また他の女優陣を抑えての1位とはさすがに大御所、吉永小百合さんだけのことはありますね。吉永小百合の生涯年収は100億超え説。吉永小百合さんの生涯年収は36億円との情報があります、と。しかし、これは1985年から2004年までの情報です。1957年のデビューから現在までの吉永小百合さんの年収を考えれば、さらに多くの収入となります。吉永小百合さんはまだまだ現役なので、生涯年収は100億円を超えるのではないでしょうか。吉永小百合のプロフィールと経歴。引用、https://www.l.com/jp/beauty/makeup/skincare/43222873/simplebeautyinterview23-3。名前吉永小百合、吉永小百合、本名岡田小百合、旧姓吉永。生年月日1945年3月13日、79歳。出身地東京都渋谷区。
ミオサ 155cm。血液型O 型、活動期間1957年から、1957年、小学校6年生の時にラジオドラマ、赤胴鈴之助でデビュー。中学校入学と同時にテレビドラマ、赤胴鈴之助でテレビデビューを果たします。また、1959年には松竹映画朝を呼ぶ口笛で映画デビューもしています。1960年4月、東京都立駒場高校に入学と同時に日活撮影所に入社、翌年には聖華学園女子高校、現、東海大学附属市原望洋高校に転入学。同年12月には吉永小百合さんの代表作とも言うべき主演映画、ヒューポラのある街の撮影に入り、翌年4月に公開されると第13回ブルーリボン賞を受賞。阪神大震災でなくしたものも多かったけど、人の温かさや優しさにたくさん触れられた。朝日シネマが無料上映してくれたのは震災の翌月。ヒューポラのある街、この物語を、吉永さんの魅力を、理解するには若すぎたけど、あの状況下で映画を見られたことが嬉しかった。HBD 風船吉永小百合さんバースデーケーキ pic.twitter.com/tcc96vs72 さよりちゃん@tayori_1108 March 13, 2021。吉永小百合さんの映画女優としての地位を確立しました。合わせて読みたい。吉永小百合と渡り哲也の関係は元恋人、破局理由が衝撃、その後の共演あり。吉永小百合の旦那岡田太郎は元気、馴れ初めと子供がいない理由が意外。吉永小百合の年収現在もすごい、 CM ギャラは最高額で生涯年収も桁違い。まとめ。今回は吉永小百合さんの年収にまつわる情報を紹介しました。いつも美しく上品な吉永小百合さんも今年で78歳。主演映画もあり、80歳近いとは思えないほどの活躍ぶりです。未だ衰えない吉永小百合さんの人気ぶりですが、年収も1億円は超え、生涯年収は100億円超えとは、さすが本物のスターは違いますね。また新しい情報が分かりましたらお知らせしていきますね。最後までお読みいただきありがとうございます。